どうも、テッシーです。お世話になっております。ドラクエ11、続きをやります。4ポイント上がったと。ちょっと前回のボスよ、ボス。どうするよ。両手剣。ん？打ち直し、打ち直し。これ、11個使うってことか。できるかね？ちょっと強い、ちょっとでも強くしておきたい。久々だな。4連打ち。やべ、ちょっと火力上げるの忘れた。これ一番最初にやっとかないとダメっすよね、本当は。よしよしよし。次の人打ち、威力が2倍。どうしよう、何それ。ここかな、じゃあ。よし。4連打ち。とりあえず入った感じですね。上下。よし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 。で、ここ叩いて、次の人打ち威力が半減。あ、ちょうどいいんじゃない？よーし。手加減打ちで、もういっか。これで仕上げよう。プラス2はできないでしょ、これで。1か。まあいいや。ちょっと待て待て待て。そんなに強くなんねえぞ。そんなに上がんないっすよね。どうすりゃいいんだ。なんかアクセサリーか？エマのお守り。そういうあれじゃない気がするんですよね。MP を回復する。これか。闇。三河市。守りのカード。守りのカードと祈りのカードでいこうか。戦闘中に HP を返してくれる魔法、癒しの腕はいこう。これいこう、これ。これと、祈りのカードですね。そうですね。いや、でも、守りも魅力的なんですけどね。まあ、祈りと癒しで、いきましょう。ここで、まあ、ちょっと一回お祈りしときましょう。何が魔王誕生だ、ボケ。このくっそー。まあ休んでいきましょうね。おっさんとのキャンプ、いや、まあでも楽しいっすよね。男2人でも、いや、2人だからこそ楽しいっていうのはありますよね。すごい世界っすよね、本当に。リップシュリップシュ。来るな来るな、お前ら雑魚は。こっちはもう忙しいんすから。焼きただれている。オッケー。わ、ベビーパンサーいるじゃん、かわいい。わ、ベビーパンサー目光っちゃってるわ。怖い怖い。こんな遠い。あ、そう。ちょっとデルカダール城
丘への道。そっか、導きの教会からこっちから元に戻ってきたんですもんね、我々。っていうか一番最初の方、カミュたちと、カミュたちとっていうかカミュと。おお、びっくりしたー。そうっすよね。ちょっと導きの教会で祈っとこうか。あれ、デルカダルジョンとこでセーブみたいなとこってありましたっけ。まあいいや、一回ちょっと一応セーブ取っときましょう。この野郎。人がいなくなってる。オッケー。ここで取っておいて、道具屋のおっさん、なんかいいの売ってる？あー、でもこれぐらいか。了解っす。お、キメラの翼？ルーラがあんのか。うわ、デルカダルジョいけるじゃん。いけるやん、この野郎。歩いてきた俺がバカだった。そう、ちょっと忘れてましたね。ちょっと普通の移動ばっかだったんで、最近。よし、行こう。ん？で、こっちで、こっちやわな。来てやった。だぜこの野郎。第2回戦じゃ。これね、もう5回戦よ。5回戦中3回勝った方が勝ちですから。ちょっとね、3回のうち2回は負けるんじゃねえかと思って。うぃー、HP は10と MP1 か。会心の一撃。よし、まあまあまあいいでしょう。まあでも行くしかないっすよね。こう、また同じく、うわ、もう待ってる。礼儀はいいんすよね。また2つシャーッ、ゾルデ。だ、結局こいつ、そうなんですよね、こいつのね、スピードというかっていうことですよね。この野郎、ソードガード。おお、かわした。よしよしよし、スクリットナイス。分身してきたやつを速攻で倒さないとまずい。よしよしよし、分身切りじゃ。もうドラクエ今11やってますけれども、もう1と一緒ですよね、こんな。普通に一人の戦いみたいな感じですから。はあ、この仁王立ちをね、ゾーンの時にやってほしいんですよね、敵の。影を倒す。うわー、一撃で倒れない。
わ、消えない。うわ、マジか。この野郎強い。いや、こいつは普通に強いわ。スクルト、スクルト、まあ攻撃でもいいけど、まあ、バイキルソードガード、多分レイホイミやってくれないっすよね。毒薬ゾーン入った時がやばいっすか。よーし、ソードガードしてんのがちょっと微妙っすね。いやー、くそー、入らんか。くっそー、防御しといた方がいいのかどうかがちょっと迷う。よしよしよし、ドルクマ、おーし、ゾーン来た。ソードガードはついてる。ちょっと一旦回復しよう。ソードガードそろそろ切れるはず。よし、それでこの時に、よし、グレイブいった。お、仁王立ちした。この時にはちょっと影です。とりあえず影ですね。おいと。こいつがバイキルとや、おしに、まずい。かあ、来たー。よーし、耐えた。スクルト入っててよかったっすね。この野郎、強いな。ベホイにやってくれるけれども、強いよ普通に。特約使って、よし、くそー、こいつマジか。ちょっとブレードガードしといた方がいいっすかね。よしよしよし、一旦ね、一旦当たれ。くっそー、よしよしよし、ゾーン切れちゃうけれども、弱っ、くっそー、くっそー、この分身がうざいんすよね。いやー、もうゾルでな、オレンジになってるんすけどね。ちょっと厳しいな。違う、ガード、よし、カウンターナイス。かー、バイキルトやられた。これはまずい。いや、これゾーン入るな多分。
とりあえず倒しとかないとまずい。よし、いや清水いいから、まあまあまあいっか。こっからっすね、もう行くっきゃないっすかね。んー、まずいな。お、 MP 切れた。これは勝ったな、勝ちましたね。これはソードガードからの、よし攻撃戻ってると。よし、もうちょいっすね。くらえ、入れ。よーし入った。がー、持つね持つね、決まれ。くー、最後のあがきか。入った、投げ払い。パープルシャドウ来たね。ちょっとそれないわマジで。ふざけんな、マジか。3連続攻撃、くっそー、何それ。ちょっとマジかよ。若干ちょっと嫌な予感はしたんですよね。いやーでもまさかそれやってくるか、やってくるかね。っていう、はい、そうしましたら、ちょっと倒します。次回はマジで倒します。回復ねしようかなとは思ったんですけども、あそこは違うだろう、回復するとこじゃないっすよね。いやいやいや、ちょっとしてやられましたね今のは。ふう、もう一回ちょっと行って、ちょっと同じ日に、もうこの後動画すぐね、だいたいいつも7時半ごろアップしてますので、8時ごろにアップして、もう公開予約してあるはずなんで、それで倒してますんで、おそらく。ちょっとよろしくお願いします。うわー、めっちゃ悔しい。なんなんマジで、ゾーン本当あかんすわ。卑怯ですわあれは。入った瞬間連携っすもんね。こいつをとりあえず叩いて、ちょっと MP は一応残しておきましょう。普通に攻撃と、ブレイグも攻撃と、あ、楽勝でしたね。うわー、気づかれた、めんどくせえなー。くっそー、おい、でグレイグ攻撃で完了と。ヘアバンド
で、まあ、薬草を使ってあげると。はい、そうしましたら、ここですね、入っていきたいと思います。続けて本当に見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。